これ、ホログラフィー？へえ、こっちの人もちょっとした道術が使えるんだ。これ、本って呼べる？すごいのはわかるけど、どうやって読むの？私もそんなに詳しくないんだ。普段はもっと抽象的な本を読んでるから。でも、作者の話に従って損はないと思う。これから、とある調査員の手記を再現する。しかし、散逸した内容があまりにも多かったため、他の資料で保管するしかなかった。どうか多めに見てほしい。手記の内容によると、この無名の調査員は、かつてある機密任務を執行するために、琥珀街に派遣された。そして多くの記録によると、琥珀街は長い間、サインが多発する険しい場所だったらしい。吹く風も、近くの。やっと目覚めたのか。この俺が造園の面倒を見るとはな。どうだ、状況はわかるか。地面にあった黒いものは。ああ、あんたは自身。ここで一体何があったんだ。厄介な事態になってる。三つ以上の違う階段が同時に出現してるんだ。無論彼はもともと死を求めていたからな。わざとそうしたのかもしれない。でも術が。ああ、わかってる。こういった方面での実力は彼らの方がずっと上だ。だが術でもここの問題を解決できない以上、俺たちのような貧乏な組織は何人かに犠牲になってもらうことで手を尽くしたんだと示すしかないだろう。残念ながらその犠牲者っていうのが俺たちだ。手記に書いてあるように、この調査員はかつて影の呪いに対抗する機関に所属していた。その名前は書き記されていないが、きっと読者の皆さんも見当がついているだろう。そして人々がよく知っている琥珀街大恐慌、彼はその経験者の一人である。すごいリアルだったね。データの海の技術を利用してるからかな。うん、そうだろうね。嘘を本当みたいにするのは何度も見てきたよ。うちの師匠はこういうのが大好きだからね。でもこの本の景色は確かに琥珀街と似てる。実に興味深いね。それじゃあこの話に出てきた殉死の術って。ああ、リトストおじさんのことだよ。彼はそうやすやすと死ぬような人じゃない。さっきの人が話してたように、おじさんは確かに死を追い求めてたけど、その願いを叶えるなんて絶対に、彼らが話してたようなちっぽけなことじゃできないはずだよ。彼らの話ぶりから見るとちっぽけには見えないんだけど。でも逆の立場から考えると、今私たちが体験してるこの本のことはさておき、少なくとも作者が参考にした手記には信憑性があるんだよね。それはどうだろう。そうだ、続きを見てみようか。心配しないで、すぐにあなたを連れてここを離れますから。他の術もここに駆けつけてくれると聞きました。いや、違う。あの怪物を見てないからそう言えるんだ。誰が来ても、もうダメなんだ。違います。きっと解決できますから。どうか怖がらないで。怖がるなって。ありえないだろ。人間じゃどうにもならないものを見て、どうやって。
やはり間に合わなかったのか。彼らは一体何を見たんだろう。恐怖を感じただけで自分の影から怪物が生まれる。その通り。当時のみんなはしばらくそんな険しい日々を送ってたんだ。でもあんたたちは怪獣を見てる。別に珍しいものでもなかっただろ。でもどうして今の桜花は。おや、その様子もう理解したってことかな。その通り。100年前うちら実は影を全部まとめて一つの場所に隔離したんだ。それがあんたが見た老朽だよ。そしてクコ・ドンローの刑を巡らせ、大崩壊による脅威を完全に解決した。老朽に着いた時、影の中で似たような内容に触れた気がする。俺は何かの予知夢？それとも夢占い？へえ、だからあなたたちを崇拝する人がいるんだね。すべては大義のため。虚名なんて求めない、求めないよ。まあでも万が一そのおかげで儲けたとしてもおかしくないだろ。でも、もし術が本当にそこまですごいなら、さっきの人はどうしてあんな風に怯えてたのかな。そうだね、なんでだろう。待って、こいつ私たちを老朽に連れて行ったあの犬じゃない。ドニグル、本当にあったんだ。もちろんだよ。そいつがいなかったら私たちは老朽に行くことも少弱と知り合うこともなかったよ。そんな、ドニグルは老朽から離れられないはずだけど、本当に見間違いじゃない？それか他の犬と間違えてない？あの2本の尻尾は目立つし、影を操ることもできるから見間違うはずないよ。どうしてこんなことに。消せない悪があるなら、この身で悪に取って代わろうだなんて、まるで何かの冗談みたいだ。僕は決して怯えたりしない。彼は何を言ってるの。この犬は一体。あんたたちが今まで見たのと同じように影から出てきた怪物さ。ただ誕生させた相手が少し特殊なだけ。殉死の術の影の怪物はもちろん普通じゃない。待って、あなたたちはそういう怪物を倒す専門家だったんでしょ。どうして自分自身も怪物を持ってるの。他の人たちは持ってないよ。リトおじさんが少し違うんだ。彼がどうドニグルを手なずけて心から契約のようなものを結ばせたのかなんて知らないよ。うちも噂で聞いたけど、それ以降リトおじさんは一夜で影を操るようになった。術になったのも当然だった。影を操る。そう、師匠はそれを規則に入れなかったけど、影を消す力も本当は影自身から来てるんだ。はここまでしか記されていなかった。調査員自身も災難から逃げられなかったのだ。その事実は語るまでもない。ただ唯一確かなことがある。その後すでに死んだと思われたあの術が再び現れ、琥珀街大恐慌を終わらせ、誰もが避けようとする街を発展した商業エリアに変えてみせた。
嘘でしょ、訳がわからない。もったいぶる人は一番嫌いだよ。それでドニグルが世界の外に現れた理由なんだけど、少爵にも心当たりがないの？しばらく会ってないんだけど、ドニグルには外に出る方法がないはずなんだ。もしかしたら何か誤解があるのかもしれないね。とにかく今日は週末のアンカーが2回も動いた。キグはそう思ってる。じゃあ他の本を読んでみる？それとももう一度親切姉さんに話を聞いてみる？私たち何も得られなかったわけじゃないし。親切姉さんだけじゃない。もしかしたらこの件にとって重要なのはあの器具の意見なのかもしれないね。